衝撃、かろうじて逃げ切った恐怖の瞬間。ジョン・レノンの有名な曲で、あなたに必要なのは愛だけですというのがありますが、今からご紹介する恐怖の瞬間はまさにこの曲が心から的を得ていると聞こえるのではないでしょうか。あわや大惨事。もしあなたが少量の飲酒であったとしても、自分自身を防御できないときは公共交通機関を利用しないことを強くお勧めします。特に電車を利用する際は、この女性のように線路に近すぎないことです。2009年11月、ボストンの CCTV で撮影された恐怖の瞬間は、最悪の時に最悪な場所で命を救われた女性の記録です。よく見るとこの女性、酔っ払っているだけではなく、なんと足でタバコを消そうとし、その瞬間に足を滑らせ線路へ落ちました。しかも地下鉄が駅に入る入り口のすぐ近くに落ちたのです。それを見たホームにいた人々は、直ちに迫ってくる列車に手を振り、運転手はすぐに列車を緊急停止モードにしました。この一連の素早い行動が、この女性を列車から数センチで止めることができたのです。列車が停止し、車掌は彼女の無事を確認しに降りると、なんとこの女性、笑っていたそうです。迷惑の極みでもありますが、それよりも猟奇的な女性に鳥肌です。コスタリカのツアーガイド。コスタリカのいくつかの川には、長さ15フィートまで成長する巨大ワニがわんさかいます。この地域のワニは人間を攻撃することでも有名です。そんな怖いもの見たさの旅行者のために、コスタリカのツアーガイドは彼らを楽しませるために、自らの手でワニに食べ物を与えようとします。しかしその瞬間、ツアーガイドは深い泥の中に足を踏み外してしまいました。悪夢のようなシナリオかと思いきや、幸運なことに彼は落ち着いて沼から脱出、ワニも平和におやつを得ることができました。串刺しバス。私たちは交通手段として日常的にバスを利用しますが、その時間は命を預けているということになります。2013年3月25日、中国浙江省でその瞬間はやってきました。いつものようにバスのルートを走っていたバスは、いきなり立っていたポールに衝突。その衝撃で打ち倒されたポールはフロントガラスをまっすぐに通り抜け、乗っていたおじさんめがけて突き刺さってきたのです。スパイダーマンもうなずく反射能力によって、このおじさん瞬間的に肩をすくめ無事でした。ドンバスアリーナの事故。ついていない一日の始まりは、私たちが歩いている時によく起こるものですよね。ですが、ついてないでは済まされない衝撃の瞬間が、偶然歩いていた小さな少女に襲いかかりました。2014年10月、ウクライナのドネツクにあるドンバスアリーナの外で CCTV が捉えたのは、サッカースタジアムの外観の大部分が地面に落ちてきた瞬間でした。幸運なことに、この少女はスタジアムが落下してくる寸前で足を絡ませ転ぶことで命を守ることができました。このスタジアムがこのように脆かった理由は、ウクライナの軍隊と反政府勢力との間の砲撃戦が多くあったため、
建物に損傷があったものと考えられています。サーキットクラッシュ。1995年アイルランドのサーキット場で撮影されたおぞましい恐怖の瞬間は、小さな丘の上を1台の車が通過したその直後にやってきました。1台目の車が小さな丘を飛び跳ねるのを見て、その後の車が猛スピードで勝負に出ました。しかしスピードを出しすぎたため、後方の車はハンドルの制御を失い、右側の男性が立っている壁をこすりながら猛スピードでクラッシュ。その後カメラマンは驚く素振りも見せず、落ち着いて大好きな写真を撮っているのです。このカメラマン、もしアクション映画に出てるなら、彼は歩きながら起こる大爆発すら振り返らない男の一人になるでしょう。少年の運命。私たちは道を歩いているとき、たとえそれが歩道であっても、横を走り抜ける車にも気にかける必要があります。車はハイスピードで走るとき、1トン以上の衝撃を与えることのできる大型金属機械です。実際そんな機械が外を走っていると考えると、屋内でさえも安全ではありません。2012年11月に CCTV カメラが捉えたのは、幼い少年グレー・ハークラーロード。ジョージア州サバンナにある父の宝石店の中で遊んでいた映像です。グレーは店の右側に歩いて行き、父親のオフィスの方へ消えていきます。その瞬間、84歳の女性が運転していた車がハンドルの切り間違いによって店のガラスを突き破り破壊。その衝撃でグレイは約2メートルほど飛ばされてしまいました。奇跡的にグレイに怪我はありませんでした。恐怖のニアミス。こちらの男性、銃の安全性については誰よりも知っていたはずですが、残念ながら恐怖の瞬間を迎えてしまいました。猟銃の性能チェックのため何発か発射した後、この男性が持っている猟銃が弾を詰まらせてしまったようです。銃の取り扱いで決して忘れちゃいけないルールの一番目に、銃口を向ける場所は常に安全な方向となっているのですが、なんと彼は詰まってしまった銃口を上から見下ろすという大胆な行動に出たのです。その瞬間、詰まっていた銃弾はいきなり彼に向かって発射。しかし驚くことに、この銃弾は彼の頭数センチをずらして、かぶっていた帽子だけにぽっかりと穴を開けただけで済んだのです。幸運にもこの男性、瞬間的なひどい頭痛と耳鳴りだけで済みました。いかがだったでしょうか。最近ではほとんどの携帯電話にカメラ機能がついており、誰でも簡単に写真を撮影できるようになりました。それだけに、珍しいことがあればシャッターを切る、そんな人も多いと思います。しかしそんな珍しい瞬間の中でも、特に幸いにも運命が彼らのそばにあったという、恐怖の後に訪れる幸運だったと言えた瞬間は、そう簡単には収めることは難しいでしょう。今回ご紹介した中の一人として、怪我をしなかったのは、そんな幸運がそばにいてくれた、そんな人たちだったのではないでしょうか。この動画がたくさんの方に見ていただけるように、動画の拡散を希望しています。ご協力いただける方は最後にグッドボタンを押していただけたら幸いです。チャンネル登録もお待ちしております。最後までご視聴いただき
ありがとうございます。